Produced by Atena. The Legends of the 20th Century Queens. 女子プロレス20世紀女王伝説。Part 1.私が、猪狩貞子と言いましてね、一番最初に女子レスリングというものを、作ったというかな、初代チャンピオンという名前をいただいたんですけどね、大変だったってば大変な道のりなんですよ。でも私はね、いつも思います。やっぱり自分の青春時代にね、これはというものをやった、それは今でもね、誇りに思ってるんですよ。それと同時にまたファンの皆さんが一生懸命応援してくれた、だから今の女子レスっていうものが続くんですよ。わかりますね。ごめんね年を取るとつい泣きたくなっちゃってごめんなさいね。でも本当に嬉しい。猪狩貞子、日本初の女子プロレスラー。昭和20年代の中頃、女子プロレスの前身であるガーター争奪戦に出場。その後、全日本女子レスリングクラブのエースとして昭和30年代半ばまで活躍した。小畑千代、昭和30年代東京女子プロレスリング協会で活躍。40年代には日本女子プロレス協会のエースに君臨。東洋の魔女と呼ばれ、男勝りのファイトで人気を集めた。リングの中央に引っ張り出した。これ決まったですね。完全に決まりました。キーロック、そうでしょうね。おっとドロップキック、これはフィーロックだった。ムーラロープに手が挟まりました。手首が挟まっております。ちょっと弱っておりますか。ムーラ、小原の攻撃、逆ハンマーに決めて、ハンマー投げから飛行機投げ、もう飛行機投げだ。小原は実にチャンスをつかんだ。これは決まったでしょ。これは決まった、これは決まった、決まりました。昭和43年11月には得意のエアプレンスピンでファビュラスムーラを破り、 IWWA 世界王者に輝いた。トモエユキコ、日本女子プロレス時代の昭和43年3月、日本人初の世界王者となる快挙を達成。その年6月の全女旗揚げに参加し、以後数多くの功績を残した。今日、愛子。前女入門後、美人スターとして売り出し、昭和45年10月、マリー・バグノンを破り、日本人初となる第3代 3WA 世界シングル王者に輝く。そして、連続22回という不滅の防衛記録を残し、通算3度の王座奪取を果たした。She goes up, scissors around the neck, and the Japanese side changing partner too. They switch from Jumbo to Aiko, between Aiko Kyo and drop kick by Aiko. Air pulling tactic, neck roll by dropping the knee, followed by drop kicks, two in a row, three in a row.There she goes, perhaps it's the cobra twist, perhaps we'll see. It's very interesting. Yes, it is. スピーディーで花のあるファイトを繰り広げ、女子プロレスの隆盛に大いに貢献した。星野美代子、
昭和47年7月サラリーを破り第9代 3AA 世界シングル王者となる。力強いファイトで 3AA シングル王座を2度奪取、通算11回の防衛を記録している。ジャンボ宮本、全日本女子プロレスの設立に参加。その巨体を生かしたド迫力肉弾殺法で人気を得る。なんとなくあの日本の選手はね、手を出していいか悪いかね、なるほど、それもあるんですか。あ、そうかな。ジャンボ今日はいきなりですね。これやっぱり挑戦者ですか。はい、なるほどなるほど、挑戦者のこれはこの位置でしょうね。いきなりジャンボ先制攻撃をかけました。さあこれも大きなボディースラムであります。さあいきなり上から行きました。さあ人間風車決まるかどうか、持ち上げた、あっと強烈、決まるか、フィニッシュか、ツー、おっとツー。さあ今度は1971年に初代 3AA 世界タッグ王者として認定される。どうでしょう。そして73年9月には星野美代子を破り 3AA 世界シングル王座を奪取。以後通算5度獲得した実力者であった。赤木真理子、1970年全日本女子プロレスに入門。白い水着をトレードマークに、小柄ながらスピーディーな空中殺法を得意としてスターになる。これはちょっと赤に苦しい。この人は正体不明。76年3月ジャンボ宮本を破って 3AA 世界シングル王座を奪取するなど、マットの花として活躍した。マッハ文明、1974年前女に入門後、その美貌と体格で話題を集め、豪快なファイトで一躍トップレスラーの仲間入りを果たした。これは強烈ですね。マッハの強烈な武器、もう一つ出た。どうでしょうか。好きで選んだ道だから、弱音吐いたら自分が花を咲かそう心に花を。歌う女子レスラー第1号としての活躍。入門2年目の75年3月史上最年少16歳で 3AA 世界シングル王座を奪取。国民的人気スターとなった。池下由美、麻生忍。76年11月ブラックペアを結成。ビューティーペアの好敵手として悪どい反則殺法を駆使し、ジャッキーとマキを大いに苦しめた。ジャッジなるか、なりません。バケツやられた、またやられた、バケツやられました。あーっと、いやー、バケツ攻撃、あーっとマキもやられた。ナマジ1本を取られたので、まだスパラを隠し持っている。さあ、あーっと疲れた。そうですね、はい、さあ、すごいですね。あーっと、相沢健二ジムアナウンサーが捕まりました。八つ当たり、八つ当たり。77年4月にはビューティーから 3AA 世界タッグ王座を奪取している。マミ熊野、
麻生忍に代わって池下由美のパートナーとなり、ブラックペアとして悪どいファイトを展開。ビューティーペアを苦しめた。巻きがやられました。ボンビがならないうちにどうしてこう反則攻撃ばかりするんでしょうか。いきなり出てまいりましたブラックペアであります。あっと首吊りが出るか。首吊りが出ました。マミクマナの首吊りが出ました。必殺の人間公主形を武器とするタッグの名手で、 3WA 世界タッグ王座も奪取した。本名佐藤直子。1975年全日本女子プロレスに入門。恵まれた体格から繰り出すダイナミックなファイトで注目され、エース候補として期待される。さあさあ、なんとか決めようという両手ですが、どうでしょう。今年16歳、牧上田。本名上田牧子。ジャッキーと同じく75年に戦場に入門。大型のテクニシャンとして頭角を現す。そのジャッキーとマキは76年2月ビューティーペアを結成。 3WA 世界タッグ王者決定戦に臨んだ。今までレスリングをやったわけですが、佐藤直を改めジャッキー佐藤ということになります。ジャッキー佐藤にタッチいたしました。体がありますジャッキー佐藤。もう一つ、おーっと、おーっと、ブレッカーマキウエダをやっつけておりますが、さあ次持っていくか。体格を生かした豪快なファイトを爆発させて見事勝利を収め、デビューから1年足らずで 3WA 世界タッグ王者に輝いた。ビューティーペアのお二人にインタビューすることにしましょう。まずあなたはジャッキー佐藤ね、はい、身長ありますか。どのくらいありますか。174です。174、何歳。18です。18歳、若いですね。牧上田さんね、身長どのくらいありますか。168です。何歳ですか。17歳です。18歳と17歳のね、ビューティーペアでございます。皆さん拍手を一つ盛大に頂戴したいと思います。でもね、3WA の世界タッグのチャンピオンになって、今までとはね、またリングの上に登っても気持ちが違うでしょうね。ジャッキーどう。そうですね、やっぱりなんていうんですか、責任っていうものを感じるし、その何に恥ずかしくないように ね、やっぱり試合を一つ一つ戦っていかなきゃいけないから。そうね、はい、マッキー上田はどうですか。やっぱりこチャンピオン取ったからには名前に負けないような試合をやっていきたいと思います、ね、2人は気が合う方。喧嘩もする。いや、あしないけども、性格は似てないかもしれないけど、仲はいいんじゃない、うん、ジャッキー佐藤どう、マッキー上田から見て。合ってるもんね。合わさなきゃ困りますよ。合う方ぐらいじゃぴったり気持ちがあったと、こう言ってくださいよね。そう、お客さんも心配しますよ。どうかしらなんて、ぴったり合うでしょ、はい、ね。今後の目標はやっぱり一つ一つ二人で力を合わせて頑張って。ああ、マキウエダは。そうですね、今度はジャンボ目標に頑張っていきたいと思います。そうですね、はい。しかしビューティーペアなんか誰がつけたか、いい名前もらいましたよね。新しいスターの誕生とともに、女子中高生の間にビューティー人気が大爆発。宿敵ブラックペアとの激闘に、場内は熱狂と興奮の渦に包まれた。ブラックペアの反則攻撃にも負けず、ジャッキーとマキは大活躍。日本列島にビューティー旋風が駆け巡った。ここでね、何か2人はレコードを入れたとかちらっと耳にしたけども、いつだったっけ、なんていうの、駆け巡る青春。はあ、いい名前ですね。どうでした、会心の出来でしたか。これはレスリングの方と違ってどうですか。ただ一生懸命歌うだけです。一生懸命歌った、はい、2人で息が合いましたぴったりとプロレスほど行ってないかもしれないけど。あ、そう、はい、歌は2人とも好きだったわけね、はい。ビューティーペアのジャッキー佐藤です。
今日から私たちビューティーペアのレコードが発売されまして、芸能界に歌手としてデビューすることになりました。プロレス同様2人して頑張りますので、どうぞ皆さん応援してください。はい、これからもプロレスと歌、料理法とも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。私を探し、私があなたを探し、巡り会えた世界の片隅。物語は今日から始まったのさ。情熱という真っ赤な激しい炎。歌も大ヒットを記録し、スーパーアイドルとなったビューティーペアだが、宿命の時を迎えることとなった。皆さんもご存知の通り、2月27日武道館でまた再びジャッキーと戦うことになりました。27日には私の持っているもの全てをかけて挑戦します。やはり長い間この仕事を続けていけません。いつかはこうなる時が来ると思います。負けても悔いのない試合を皆さんにお見せできることをと思い一生懸命頑張ります。マキちゃんが、今言ったのに不足な分があると思うんですけど、多分引退をかけて、挑戦を申し込んできたわけなんですよね。なんで、今回に限ってね、マキちゃんが引退をかけて、挑戦をするのか私にはよくわからないわけですね。チャンピオンとしての立場からして同じ立場で戦いたいと思ってるわけです。ですからやはりマキちゃんが自分がもし負けた場合は引退するという条件のもとで挑戦するのですから、やっぱり私もチャンピオンの立場からしてやはりマキちゃんと同じ条件、引退をかけてね、その試合を受けたいと思ってます。もちろん全力を尽くして戦いますし、
今のところもし万が一自分が負けてその後どうするか全く頭にはありませんけども、やはりそれはリングに立つ者の宿命として、受け入れなければならなかったことを少なくとも分かってほしいと思います。敗者引退という前代未聞の過酷なルールの下で戦うことが決定した1979年2月27日日本武道館でのビューティー対決。もう休みなしにやっておりましたから、たまっすでに顔面から汗を落としております。日本全国のビューティーファンが期待と不安を胸に注目する中、両者は激突。1回転に出しました。一つ一つの技に大歓声が巻き起こる。ジャッキーとマキ、どちらにも勝ってほしいし負けてほしくない、そんなファンの願いが絶叫へと変わる。いつしかロングマッチとなった両者の対決はクライマックスを迎える。バトロップ、完全に後半戦はジャッキーのペースであるが、48分7秒場内悲鳴の中、ジャッキーがエビ固めでマキをピンフォールして勝利。精一杯戦いました。敗れたマキは潔く引退を表明した。場内絶叫の中、20カウントゴングが鳴り響く。リングに精神をかけ命をかけた、これが戦う者の宿命であります。引退するマキに20カウント。こうしておよそ3年間史上空前の大ブームを巻き起こしたビューティーペアの歴史は幕を閉じた。戦うために生まれてきたんだね。扉を閉めてあなたはつぶやいた。過ぎ去る床の靴音聞きながら、私は一人一人リングに駆け上がる。マキの引退後、シングルプレイヤーとして再出発したジャッキーは新たなるライバルモンスターリッパーと真っ向から対決。前場のエースとして力強いファイトを見せた。モンスターリッパーとは 3WA 世界シングル王座をかけて数々の激闘を繰り広げた。また後輩のナンシー久美との対戦では前女のエースとしての戦い方を伝授した。最後まで戦いの炎を燃やし続けたジャッキーにもリングを去る時がやってきた。いつの間にか6年という日が、流れ去りまして、その中には言葉に表せば表すほど軽くなるような、そんな大きな感謝が不十分ではありますけれども、やはり自分の心情として何事でもできるだけの努力を尽くして、それから誠意を持って皆さんに接するという面では自分も精一杯やってきたつもりです。今日この場を借りてジャッキー佐藤は6年間の選手生活を閉じます。本当に皆さん長い間どうもありがとうございました。1981年5月21日スーパースタージャッキー佐藤引退。
それから時は流れ、98年11月の女子プロレス殿堂入りセレモニーの場にジャッキーとマキは揃って姿を見せた。思えばこれがジャッキー佐藤最後の晴れ姿であった。お二人がこうやって揃って、公の場に出られるのはどのくらいぶりなんですか？リングの上ではもう22、3年ぶりくらいですね。そんなに経ったのかなって本当にびっくりしてるような状況で、だからジャッキーともこうやってなんかリングに上がることも、まあ、これで最後になるのかなって思うぐらいびっくりしてますし、もしこの式典みたいなものがあの、ね、今度10年後にもあるって言った時には我々はもう50とかいうそういう時にもあのここに立つのかなと思うと、まあ、これからもしっかり自分なりに自分らしく生きていかなきゃなっていうふうなことが逆にあの思い知らされるというか、自分の気持ちを、ね、引き締めるいいきっかけになってます。皆さんどうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします。そして99年9月29日、この年の8月に亡くなられたジャッキー佐藤さんの追悼式がしめやかに執り行われた。ジャッキーさんにゆかりの深い大田区体育館には女子プロレス関係者や歴代 OG、 そして数多くのファンが集まり、個人の冥福を祈った。本当今日はあのこんなにたくさんの方集まって、本当ジャッキーのことを見送っていただいてお礼申し上げます。ありがとうございます。とても一本気で頑固な人だったんですけど、とても良い人生を送ったと思います。だからそういう意味では天国に行って喜んでみんなのことを見守っててくれるんじゃないかと思ってます。今日は本当にありがとうございました。ビューティーペア 3WA 世界シングルチャンピオン、ジャッキー佐藤。誰もが憧れたスーパーヒロイン、ビューティーペアよ、永遠に。ミミ萩原、本名萩原たえみ。タレントとして活動していたがジャッキー佐藤と知り合ったことから1977年前女に入門。異色の美少女レスラーとして注目されたが、連戦連敗の苦難の日々を送る。いいですよね。さあ萩原たえみ選手ですね。これウエイトも違うんでしょ。ウエイトも違いますしキャリアも違いますしね。
数々の試練に耐えてきたミミは細身のボディを鍛え上げ次第に活躍を見せ始める。そして81年2月には池下由美の持つオールパシフィック王座に挑戦。やった、ミミが行きました。これは鮮やかであります。あ、注意をそらしておいて、ミミ先制攻撃であります。早くも場外であります。激しい試合になりました。ミミと池下2人とも場外であります。放送的にやってまいりました。とにかく先攻撃でいった。どうっと、さあ得意の回転エビ固めに持っていくことができるかどうか。ハンドツーであります。あ、ミミ狙っておりました。悪いところはナイスドってのいませんね。あ、そうでしょうね。そういった苦しさをお客様に見せないようにしてね、はい、一生懸命やっているわけであります。しかも今日はミミにとってはですね、本当にもう繊細。あーっと、足4の字いけるかどうか。いった、これはミミの速攻であります。あっという間、足4の字高いところに入りました。あっと、カウントが入っている。どうか、3つ入りました。3つ入ってしまいました。どうでしょう。池下を破る大金星を挙げて見事オールパシフィック王者となった。絶大なる男性ファンに支えられてきたミミも84年4月最後のリングに上がった。今日最後にリングを降ります。ミミ萩原選手が紹介されました。さあどうするか。今度はミミが振った。しかしハナンチャーの抜群の動き、空振りに終わっております。さあミミがトップロープに上がりました。ああ、こういったシーンがもう数多くありました。ああ、ボクシングスタイルが出ました。そうですね。さあ今度はトランチャー耳を振った。どうするか。今度は耳を反撃でやります。さあ耳の空中殺法が出ました。そしてどうか。皆様のおかげでここまで来れました。どんな辛い時でもファンの皆様が声援してくださっている時、本当に力強く感じました。ですから今日この日までやってこれました。これからも新しい人生歩み始めますけれども、また皆様とどこかでお会いすることがあると思います。その時はまたぜひ応援してくださいませ。それからこれから私たちの後輩もたくさん入ってまいりました。皆様どうぞ応援してあげてください。本当に今日までどうもありがとうございました。惜しまれつつマットに別れを告げたミミ萩原、記録よりも記憶に残るレスラーであった。ジャガー横田、本名横田リミ、1977年前女の第1回新人オーディションに合格して入門。プロテストに臨む。根性のあるファイトプルでね、横田リミ選手の名前も発表されました。15歳、この4選手が合格したそうであります。プロテストにパスしデビューを果たしたジャガーは、新人時代から激しい闘志と鋭いファイトで台頭。全日本ジュニアと全日本王座の初代王者となる。そして81年2月 3WA 世界シングル王者ジャッキー佐藤に挑戦。声援が飛んでいる横浜文化体育館。さあっと、さあ横田リミ選手ようやく反撃に出てまいりました。1回転して、今度は一元勲者、人間勲者であります。判定員の一人としてですかね、スタミナ的には全く五分五分だと思うんですがね、構成点見たところではジャッキーの方が、ここまではジャッキーがありますか。さあしかし今度は横田リミの構成であります。
ちょっと早い早いという声が場内から出ております。あーっと危ない、しかしカウント入りました。なるほど、こういった体勢でうまく持った。あーっと危ない、危ない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 、どうでしょうか、どうでしょうか、ホールの体勢だ。見事ジャッキーを破って赤いベルトを奪取、新時代の扉を開いた。前場のトップに立ったジャガーにメキシコからやってきた強敵ラ・ギャラクティカが襲いかかる。リズムがね、中途半端ですよね。まだあのジャガーのリズムで戦っていませんよね、はい、そして今度はどうするでしょうか。人間風車の体勢に入っている、やった、このまま決まるか。カウントカウント2、いやー、またモンスターリッパーが入ってきました。モンスターリッパーがギャラクティカに加勢し、ジャガーは大ピンチに陥ってしまう。ハサミをモンスターリッパーが持ってね、ジャガーの髪の毛切っちゃった。ジャガーの髪の毛を切りました。これは許せませんですね。ジャガー横田大ピンチね、え、実中八勝負を決めていながら、ジャガー横田怒っている。ジャガー狂気を持った、覆面の覆面のあーと覆面にハサミを入れました。すごいですね、これは。早くも覆面を持った、誰か、コブラツイスト、コブラツイスト、これは無事だ。あーっとダメだ、ギャラクチカの脳天にパーッ、またやった、またやりましたね。あーっと、いやいや、ちょっと待った、ちょっと待った、怒った。何かね、興奮しきってますね。さあ、ここはジャガーの大きなチャンスであります。本当に打って、今あーっとジャガーが一気に痛かった。2人攻撃、どうしたんでしょうか。レフリーがいません、審判部長がいません。いやー、ギャラクチカが今ジャガー横田を抑え込んだ。カウントが入った、決まった。しかし今のを認めていいか、今のを認めていいか、今のどうしてね。いや、実はね、松永審判部長が場外に転落してましてね。あー、ハサミが入りました、ハサミが入りました。いやー、しかしひどいことになりましたね。もう何とも申し上げようがありません。涙が光っている、ね、髪の毛にハサミが入って、みるみるうちにね、短くなっていきます。ギャラクティカに敗北を喫したジャガーは赤いベルトとともに髪の毛も失った。女王ジャガーに大試練。今日の場合は絶対に納得がいかないから、それが心に来る。そしてクラッシュブームが巻き起こる中、85年8月、日本武道館で後輩ライオネス・アスカの挑戦を受けた。ああ、この選手はきっと大きくなる、強くなるんだなと思った。そうであります。指定対決であります。ジャガー横田、例によって早い動きを見せております。ロープに振って早く回しが飛びました。綺麗にカウンターになって入った。今のはジャンプ、バンジャンプどうでしょうね。あっと、しかしジャガー横田も飛んでます。ロープに振られました、どうでしょうか。さあ、ジャガーが今アスカロープに振って、あっと、デビルの髪、長与千草の死闘の後しばらく控え室で休んでおりましたが、あーっと、1点2点だ、どうか。お互いにパイルドライバーの応酬、これは綺麗に決まった。18番が出ました。さあ、しっかりと足を固めまして、ジャイアンツイングでやります。相手は小さいジャガー横田、すごい、アスカの表情がすごい、これはすごかった。
スロープに据えてジャガー横田にランロープに入っている。今度はどうか、おっと野田レスに行こうとしましたが逆にとーっと落としました。いやいやトライアルサンドボンダー、これは空振りであります。すごい技、ハッとする技、大変です。日本武道館若手がいている。さああっと足を固めてピッチャーマンでいった、ピッチャーマンでいった、決まった。クラッシュファンの悲鳴が轟く中、ジャガー式バックドロップホールドで大勝利。ジャガーは女王の貫禄を見せつけた。3WA 世界シングル王者として長期政権を誇ったジャガーも86年2月引退の時を迎えた。テクニック、そしてそのスピードですね、この噛み合ったこんな選手も本当にもう二度と出ないんじゃないですか ね、 今日はそのジャガー横田の素晴らしいテクニック、そしてスピーディーな攻撃をぜひ見せてもらいたいと思いますが、ジャガーが飛ぶ、ジャガーが飛んだ、最後に宮本さんどうやら大技を出すようであります。これがジャガー大技の最後だ。強烈ですね、よくやります、よくやります。そしてカウントはどうか、デビルも返しました、デビルも返しました。あと10秒です、あと10秒です。再びダブルアームか、ラストグッと捉えました。そしてあと5秒になった。最後はデビルを思い切って、おっとジャガーすぐに抜けた。これがジャガー横田です。そして一気に貫禄に決めて、ジャーマンスープレックスワールド、いやジャガースペシャルで最後は見事に締めくくってくれました。やってます。デビル雅美との引退試合を終えたジャガーに弟子のライオネス飛鳥が挑みかかり、番外マッチが実現。飛鳥が顔を真っ赤にして先輩ジャガーに向かっていった。しかしジャガーが返した。さあもう一回ロープに振った。ライオネス飛鳥よ、大きくなれ、自分のようになれ、ライオネス飛鳥。さあ最後までジャガー横田、おっと最後は殴り合い、最後は殴り合い。9年間もう皆様のおかげでここまで来れたっていうことだけです。そしてジャガー横田は最後まで幸せでした。これからコーチとして第2、第3のジャガー横田を作ることによって、ジャガー横田不滅の立証をさせていただきます。不滅の女王ジャガー横田はこの日引退の10カウントを聞いた。デビル雅美、本名吉田雅美、1978年前女入門、パワーファイターとして池下由美のブラック軍団に加入。その後自らデビル軍団を率いてジャガー横田らの正規軍と対立。82年7月には 3WA 世界シングルチャンピオンジャガー横田に挑戦。好敵手ジャガーと力の限りの名勝負を繰り広げた。素晴らしい動きを今日は披露してもらいたいものであります。さあご覧ください、フライングクロスが出ました。あーこれも18番であります。場外でどうでしょうか。放送局にやってまいりました。渾身の力を込めて今ジャガー横田選手を、あーっとっと美しい状態の中どうするか、あっと
頭突きが出ました。この頭突きはもう少し後で出すかと思ったんですけども、もう余裕がなくなりましたね。まだ20分前、あーっと頭突き連発、これはびっくり、珍しいですね。デブルマサミ選手の釣り天井が出ました。ドメロスペシャル。スタミナ的にはこの体ですからね、一つチャンピオンに負けるようなことはないでしょう。あっと今度はどうか、あーパイルドライバーが出た。必殺技パイルドライバーをかわした。もう一発か、あっとうまくかわした。今度はチャンピオンが食った。そしてまたロープに振ります。今度はどうするか、また横に抱えて、あっとバックフリーか。トップロープに上がった。何がいいか、クロスチョッパー。あ、何か今命じましたよ。椅子を持ってこいと命じました。大変なことになりました。死にはちかめだ。とうとうやりました。とうとう木刀攻撃であります。木刀攻撃に行きました。歯には歯という意味はないですか。しかしね、何かあの次に狂気が持ち出されました。いやしかしこれはですね、チャンピオンのジャガーが仕掛けたという感じもありましたね。あっと上から木刀攻撃。おお、これは大変です。いやー、どうしたんですか、どうしたんですか。デビルマサミ。デビル軍団のドンから今。その後ジャガーとは84年の 3WA タッグリーグ戦で女帝タッグを組み、人気急上昇のクラッシュギャルズと対戦。一瞬静寂化戻ってまいりました。一つ今日はですね、ゆっくりとこの熱戦を守ってもらいたいものであります。タッチ、あーっと回し蹴りいった。これはタイミング良かった。さあもう一発、今度もヘッドバット。ヘッドバットはね、デビルマサミの18番だ。ものすごい形相でお返してやります。さあまたどうか、このまま豪快に落とすか。おーっと、どこに落とすか、鉄柱か、あるいはロープか。あーっと、あのままボディリフトしましたね。すごいですね。これはデビル真骨頂だ。デビル怪力ぶりを見せました。さあ長与千草が行きました。エルボーです、エルボーです。高いところからもう一発、パイのドライバーに行った。パイのドライバーであります、場外戦であります。あーっと、あーいきなり来ました、場外に飛んだ。しかしこれは相打ちであります。場外に飛んで相打ち、ここをデビルがつけ込んだ。さあどうか、デビルが今高いところ、あーっと、なるほど、上からなんとジャガーが落ちました。さあお互いにどう決めようというんでしょうか。60分3本勝負、1本1本だ。さあジャガーがロープに飛んだ、どうか、ジャガーがいった。ちょっと長与千草危ない、そのまま上からいった。押し倒すように高いところからの攻撃であります。おっとジャガーがライオネスアスカを場外に落とした。さあデビルが決めるか、ジャガーがいった。このままスープレックスに入る、スープレックスに入った。ライオネスアスカ出ることができない、カウント決まった。クラッシュのパワフルな合体殺法を駆使してクラッシュを圧倒、 3WA タッグリーグ戦優勝を果たした。今リング上にらみ合って、85年8月日本武道館でデビルはオールパシフィック王者として後輩長与千草の挑戦を受けた。昭和37年1月7日生まれ、北九州市若松の生まれです。聞きますよあれは。そうでしょうね。さあ今度はどうか、決まった。流れ式のこれはブレンバスターが行った、一気に行きました。流れ式のブレンバスターが決まって、今度はどうか、聖剣行った。長与千草に対して声援コール、デビルのサミ鉄柱攻撃。長野ですね、右足のところ押さえております。今トップロープに上がった、はい、上から飛んだ、上から飛んだ、一気に行きました。一気に勝負を決めるか、さあトラックリーカーに乗っていきました。さあカウントが入り、長野は危ない、長野は危なかった。カウント2、お互いに負けられません。まさに世代交代をかけたお歌い文句にされておりまして、お互いに負けるわけにいきません。一気にタジャーマンが出た。カウントはどうか、デビルが苦しくなりました。危ないですよデビルは、一気に決めた。これは危ない、どうか、今のは危ないですね。デビルの3人が危なくなった。おっと紫の木刀が出た、紫の木刀が出た。デビル最初に木刀を手にした。もう後に引けません、手段を選びません。紫の木刀で魂が入りました。
本当にもうアウト一歩でフォール負け、デビル絶対のピンチでした。今度はデビルが行く、おっとバックを取った、バックを取った、どうか、このまま行った、決められるかどうか、どうか、カウント、カウントは2つであります。長与どうか、パンチだ、お互いに判定、お互いに殴り合い、規定対決、劇場を抜き出しております。またやったパンチだ、一段一段上がります。そしてあーっと、ここが行った、長与落ちた、後頭部を打ちました。さあデビルが行った、先頭音だ、一気に先頭音でやります。まだパンチが入ります、足が飛んだ、キック攻撃、長与のキック攻撃であります。ちょっとフラフラしてます、3発入りました。両者両者立てずか、両者立てずか、どうなるか、どうなるか、カウントがついてられております。あーっとダメだダメだダメだ、立ち上がれません、両者立ち上がれません、両者 KO という壮絶な決着。女帝の意地を見せた名勝負であった。全力を使い果たしました。皆さん、長与のことを褒めてやってください。どうもありがとう。そして87年12月、デビル正美は引退試合のリングに立った。相手は弟子の長与千草。デビルは万感の思いで闘志を叩きつけていく。デビル、いやー、引退試合でこの大技、いやー素晴らしい。いや、引退試合でラスト思いませんでした。あー、そして殴り合いだ。さあラスト1分になった、思い切ってぶつかっていく。あーっと、今度はリールキック、まだもう一ついきます。最後で技を出します。あーっと、クロスチョップが飛んだ、デビルのクロスチョップで今ゴングが鳴りました。いい試合でした。10年間の間に怖がるよりも一生懸命突き進む気持ちと、甘えることよりも思いやることを教えていただきました。本当にこの世界に入ってよかったと思います。本当にありがとうございました。大粒の涙とともにデビル正美は前女のマットを去った。暫定松本、ダンプ松本、本名松本薫、1980年前女に入門。新人時代はその体格以外あまり目立たないレスラーであった。なんとなく愛嬌があります、松本薫選手であります。かつてのあのジャンボ宮本という選手がいましたよね。そんなタイプじゃないんですか。え、そうですね、よく見てます、はい。しかし一転して悪役へと大変身。クラッシュギャルズに対抗して84年3月ヒール軍団極悪同盟を結成。人気爆発のクラッシュに対して激しく襲いかかった。長与千草とライオネス飛鳥に対して異常なる敵を燃やし、悪どい反則攻撃でマットを血の海へと変えていく。
聖地テニス、物投げないでください。聖地テニスから物投げないで。さまざまな狂気を駆使する悪党ファイトでクラッシュを追い込み、85年2月には 3WA 世界タッグ王座奪賞も果たした。しかしその年4月、ジャパングランプリ公式リーグ戦で相棒クレーン U と対戦したダンプは U を徹底的に痛めつけてしまった。そして非常にも極悪同盟から追放。その後パートナーにブル中野を起用したダンプはクラッシュギャルズに対しさらなる憎悪の炎を燃やして悪の道をひた走る。この一連の抗争劇で巨大な軍団のドン、ダンプ松本はクラッシュファンの罵声を一身に浴び続けた。ダンプ松本。86年5月にはジャパングランプリ公式リーグ戦で相棒のブルと対戦。私の知っている限りでもですね、やはりあの、池下由美、ね、はいはい、そして馬見島の、さらに極悪同盟の前のデビル正美、デビル軍団、そしてこの後分裂いたしまして、ダンプ松本、ブル中野、さあ、もう市内がね、めちゃめちゃです。おっと、ダンプ危ない、ダンプ倒れた、ハイドドライバーでとどめを刺すか、やった。おーっとこれは失神だ、決まった決まった、おーっととどめを刺すか、ダンプいった、3つ入った、さすがに王者ダンプ。ブルも激しく抵抗したが結局ダンプが勝利、貫禄を見せつけた。女子プロレス史上ナンバーワンの日本人悪役レスラーとして暴れまくったダンプ松本は最後の最後までクラッシュを痛めつけることに命をかけた。キャラクターなんでしょうね、そしてもうあの
と攻撃、まあ、相手をするアスカもね、はい、簡単に壊れるような選手じゃないですからね、ダンプも思いっきりいってますよね、はい、いやダンプマスコット最後まで自分の流儀自分のやり方で戦っております。ハンガールコねえびっくりしてましたですけども本当に男顔負けのダンプ松本、これがダンプ松本、これが極悪同盟であります。そして今ゴンガランドされております。大ヒールダンプ松本の引退試合は88年2月同じく引退する大森ゆかりとのタッグで登場した。相手はおよそ5年間にわたって対決してきた宿敵クラッシュギャルズ。ダンプはヒールファイトの集大成としてさまざまな狂気を使い非道の攻めに徹していたが、お前らやっけ、これから本当のプロレスを見せてやる、なんやお前じゃ敵だけでは終われないんだ、なんや来い、なんや立て、なんや来い、ダンプ、お前と組んでやる、一度だけ組んでやるよ、お前と本当のプロレスってのはどんなもんか教えてやるよ、お前4人で見せつけてやるよ、プロレスを、お前大森、本当にやりたかったプロレスをお前見せつけるんだよ、お前4人しかできないんだろうが、4人でやるしかできないんだよ、お前一緒にやるんだよ、4人でしかできないんだよ、お前本当のプロレスをお前見せつけてやるんだよ、お前。なんとダンプとちぐさが奇跡の合体。そしてダンプちぐさ組対アスカ大森組の番外マッチが実現。ラスト30秒、ラスト15秒、ラスト5秒、ダンプは壮絶なるファイトでラストマッチを締めくくった。昭和55年入門の同期4人には目に見えない絆があった。こうして天下にその名を轟かせたダンプ松本はリングを去った。
ライオネス・アスカ、本名北村智子。1980年全日本女子プロレスに入門。その体格の良さを買われ、ジャッキー佐藤2世と呼ばれた。そして80年度新人王に輝き、成長を期待される。一方、長代千草はアスカと同じく80年に全日本入門。小学生の時から習っている空手殺法を取り入れて81年度新人王を獲得。そのアスカと千草は全日本選手権試合で対戦したことによって共鳴し、女子プロレスの流れを変えると宣言。83年8月、革命戦士クラッシュギャルズを結成。空手殺法と立体攻撃を駆使したファイトで2人のフレッシュな魅力が爆発。一躍女子中高生のハートをつかみ、スーパーアイドルに駆け上がった。84年8月、3度目の挑戦でジャンボ堀、大森ゆかり組を破って 3WA 世界タッグ王座を奪取。またデビュー曲炎のバイブルも大ヒットし、人気爆発。日本列島にクラッシュブームを巻き起こした。そしてクラッシュギャルズに対抗してダンプ松本が極悪同盟を結成。クラッシュと極悪は 3WA 世界タッグ王座やタッグリクザベストを巡って血で血を洗う激しい抗争を繰り広げた。場内は悲鳴と声援が飛び交い、常にヒートアップ。熱狂と興奮が炎となって燃え盛った。シングルの祭典ジャパングランプリでもクラッシュギャルズと極悪同盟は激しく対立。ダンプの反則攻撃がちぐさを襲う。おっと、立てているダンプ、またの天にお見舞いといった様相であります。ご覧ください。相手が3人で来るんだった。こちらも2人で行くぞ。
遠い、見えません。縫いぐるみを投げるような乱暴さ。を取った、一気にいった。ジャパングランプリ85はアスカが記録のジャーマンでダンプを破り優勝。クラッシュの底力を示した。クラッシュギャルズ対極悪同盟、その中でも長与千草とダンプ松本の構想は極限状態に達し、85年8月にはついに敗者紙切りマッチという過酷なルールで激突。ダンプ松本の狂乱ファイトの前に防戦一方に追い込まれた千草は血の海に沈み、結局無念の KO 負けとなった。負けてないぞ。ルール通りダンプが千草の髪の毛をバリカンで刈り始めると、千草ファンの悲痛な絶叫が大阪城ホールにこだました。それはあまりにも残酷な光景だった。タッグチームとしてはベストパートナー同士の千草とアスカだが、年に一度の総当たりリーグ戦ジャパングランプリではシングルで対戦。正々堂々と持てる力の全てをぶつけ合い、クラッシュ対決として名勝負を繰り広げた。1987年10月、オールパシフィック王者だった長与千草は同期入門の 3WA 世界シングル王者大森ゆかりとの2冠選手権試合に臨んだ。激闘の末に大森を打ち破った千草は悲願の王座奪取、赤いベルトを腰に巻き、ついに前座の頂点に立った。 3WA 世界シングル王者となった千草と挑戦者アスカの赤いベルトをかけたクラッシュ対決は88年8月、そして89年1月には王者決定戦として行われた。この最後のクラッシュ対決はアスカが制し、晴れて 3WA 世界シングル王座の赤いベルトを奪取。2人は健闘を称え合った。89年3月、2年7ヶ月ぶりに 3WA 世界タッグ王者となったクラッシュギャルズは4月、大宮スケートセンターでマリンウルフを相手に防衛戦に臨んだ。
立ち向かってくる後輩の勢いを打ち砕き、クラッシュが底力の防衛、そして王座を返上。このベルトを返還いたしたいという申し入れがありました。これがクラッシュギャルズにとって最後の 3WA 世界タッグ戦となった。1989年5月6日横浜アリーナ、6年間続いてきたクラッシュギャルズ、解散という言葉は使いたくないですね。今から少し長い旅に出ようと思います。いくつ年を取っても、またこうやって2人が会っていれればクラッシュギャルズでやりたいね。私にとってもちぐさにとっても、そしてファンのみんなにとっても、クラッシュギャルズというのはなんか一つのおもちゃ箱というか、そうだね、そんな感じだかもね。2人が揃ったらクラッシュギャルズだし、みんなの心にも2人の心にもいつまでもクラッシュギャルズは生き続けます。2人の友情は不滅だということで。ミッドナイトストーン、心に嵐吹けば思い出すのさ。ミッドナイトストーン、足掛け10年にわたって活躍し、スーパースターとして君臨してきた長与千草の引退試合。アスカと共にクラッシュギャルズ最後の勇姿を見せた千草は、自分のファイトをファンの心に刻みつけるかのように戦う。長与千草、これが最後の試合ということになりまとは思いませんでした。長与千草もですね、長与千草のライバルでしたね。そして番外戦として後輩たち一人一人に胸を貸す千草。最後の最後にはアスカとのクラッシュ対決番外編も実現。バイオネスアスカ、ジャイアンツスイングを待っております。さあ最後のジャイアンツスイングだ。ファンが声を揃えて10回数えました。かとどめを刺すか、3つ入った。ちぐさはベストパートナーアスカによって最後の3カウントを聞いた。クラッシュギャルズはいつまでも終わらないで、ずっとずっと2人の中に、そしてみんなの中に生き続けると信じます。プロレスラーになれて本当によかった。プロレスが大好きです。今度またこの世に生まれてきたら、またプロレスをやりたいです。
私今から旅に出ます。女子プロレス第二黄金時代の立役者長与千草がこの日戦場のマットに別れを告げた。千草の引退後孤軍奮闘したライオネス飛鳥、89年7月メドゥーサを相手に 3WA 世界シングル選手権試合に臨む。アスカ流の豪快なパワーファイトでメデューサを破りタイトル防衛、そしてマイクを手に取った。とにかく一生懸命試合をやりました。これで2度目の防衛になりますが、この場で 3WC シングルベルトを返上します。10年間ライオネス飛鳥を応援してくださったファンの皆さんにはお詫びのしようもありませんが、このリングでやることは全部やり尽くしました。違う戦う場を見つけ、そっちで頑張りたいと思っています。引退宣言から1ヶ月後の8月24日後楽園ホール、飛鳥は後輩の舘野紀を相手に引退試合を行った。ジャガー横田さんだと思います。皆さん、ジャガーさん、アスカと試合やってくれますか。タテムの呼びかけで実況席で解説していたジャガー横田がリングに登場、指定対決が実現。飛鳥引退の日、かつての名勝負が復活した。
このリングの中でたくさん悩み、たくさん涙を流して、たくさんの夢を見ました。今こんなにもこのリングが、プロレスが大好きだったことを思い知らされています。10年間女子プロレスをやってきて、たくさんの先輩たち、たくさんの仲間たち、そしてファンのみんなに出会えたことを本当に幸せに思っています。これからまた新しい夢を探しに第一歩を踏み出していこうとしています。どうかこの私をこれから先もずっと見守っていてください。ライオネス・アスカの引退によってクラッシュギャルズを中心とした一つの時代が幕を閉じた。全長トラディショナルテクニック全長トラディショナルテクニック。冷暖対応